月見の晩、痩せこけた鬼がとぼとぼ歩く。杖ついた鬼の姿を月がぼんやり照らす。山がかさまに叱られてしょんぼりと子供のように歩く。オラを嫌いなのはオラが鬼だからか。里に帰るよりもオラと一緒にいる方が嫌か。山がか様、オラなんでこの世に生まれてきたんだ。雪よ、
里に返してやれ。山ヶ笠様はそう言った。鬼は心を鬼にして雪を里に返すことに決めた。鬼は別れがつらくて泣いた。後から後から涙